ピックリ高木です。ピカーン。昔、大阪でピン芸人として活動してた時は、亀仙流の道着を着て、ドラゴンボールの一人コントみたいなのをやってたんですよ。モノマネとかじゃないですけど、そんなレベルじゃないですけど、なんか雰囲気だけ、ほほほ、何々ですよ、みたいな感じでフリーザの雰囲気出したりとかして、一人でコントして、なんか Z 戦士がナンバ秘密クラブに行ったらっていうね、コントみたいなのをやってたんですよ。このナンバ秘密クラブっていうのが、まあ、知る人ぞ知るね、ソフトな S&M のお店でございまして、僕ね、行ったことないですよ。ネタにしておきながら申し訳ないんですけども、本来ならね、主催とかさせてもらいたいところなんですけども、なんかノリでね、僕実は風の族っていうのを行ったことがないんですよ。なので、もう本当にベタな、鞭で叩くみたいな。そんなこと多分してないんですけど、多分そんなお店じゃないんですけども、それもあるかもしれないですよ。わかんないですけども、そういう感じじゃなさそう。なんか、おしゃれというか、おしゃれ。わ かんないですけど。それで、毎回、インディーズライブとかで、Z 戦士が、ナンバ秘密クラブに行ったらっていうネタをさせてもらったんですけども、ライブごとにアンケートがあるんですけども、いろいろ書いてくれる人がいるんですけども、ある時、そのネタをした後にアンケートを見たら、お店の宣伝してくれてありがとうございますって言って、女性の文字で 書いてみて言いました。お店の人言いました。ふにゅー。こいつがおいらの神チェーン。